はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥダイ。というわけでね、前回ちょっとトレーダー行く前に小遣い稼ぎをしようと思ってたら、なんか小遣い稼ぎの域を超えて大変な場所に突っ込んでしまったようでね、もうね、絶叫でしたわ。常に絶叫でしたわ久しぶりにあんなに、もうね、やばいと思った待って、マップ見よう。マップ、方角は合ってるね。 OK、 久しぶりではあんなに死ぬかと思ったの。いやー、このゲーム怖えわ。あ、鹿さん、鹿さん、肉欲しいんだ俺。これトマホーク、いっぱい、トマホークだっけ、いっぱい売ればよかったね。今鹿さんどっかいたよね。撃つのが先だったな。見失っちゃった。あ、いた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 。やっつけたかな。やっつけたっつか、仕留めた。ちょっとわかんねえや。一回休もう。ベッド行こう、せめて。一回ちょっと、この体調を直したい、俺は。あ、待って。そうだよね。よく考えた、俺。ここも、ゾンビ湧き直してるんだよね。のんびり、のんびり、のんびりお休みする予定だったけどさ。ここ休むに休めないんだよね。一回上で休もうか。ベッドあるっしょ、こっち確か。オッケー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 。ふぅ。ふぅ。疲れた。いやー、前回のはびっくりしたね、ほんとに。あんなに怖い目に遭うと思わなかったよ。あ、なんか腐ってる。もったいねー。ちょっと待って、腐る前にこれ飲み尽くそう。全部飲んじゃいます。よいしょ。 OK。 ちょっと待って、ポテトプラント一回こっちに取ろう。よいしょ。 OK、これがこっち。ちょっといらないものを。ニュークって結局何なの？ニュークリア。あ、ミニニュークリアボム、クラフテッドインエレクトリックワークベンチウィズはXレッドグローブ。そんなん使わないといけないものを俺は手に持ってんの。やばいでしょ。やばいでしょ。相当やばいもん持ってきちゃったよね。で、レッドメーサーってこんなにやばいなら、俺もう一個レッドメーサーどっかで見かけたと思うんだけど、あれもマーキングしとけばよかったな。倒せないわ。もうちょいこっちで休みたいよね。でも穴も掘りたいよね。出ておいで、どうせなら。ダメだ。お、いいね、いいね、いいね。あ、頑張れ。もうちょい頑張れ。もう一回上に上がっておいで。ダメだ、上がりきれないかも。寒いわ、ここ。バイク漁るの怖いな、今、状態で。やめとこう。うわ、うわ、うわ、いっぱいいる、ゾンビ、いっぱいいる。いいね、食べ物。結局あいつなんなん？あ、そこに引っかかってるのね。頭、頭、頭見えないな。あ、嘘嘘嘘。
おい、ドアにカバーされてたこいつ。どうしよう、絶対白ゾンビとか復活してるよね。一回チェストに詰め込みたい、いろいろと。旅立つ時にまた漁っていけばいいから。ニュークリアも一回しまっとこうか。よしよしよし。よし。あ、仕留めてない。この距離はスパイク。あー、しくった。もうちょっと早く立ち上がると思ってた。よし、レッドメーサがあれなんだな、重たいんだな。だから多分スポンポイントか何かしらのやつがあるかもしれない。レッドメーサもしかしたらあの重たさはね、発電所の時の重たさと似てる。なんで何かしらのものがあるかもしれない。変なものが。きっと武器防具をもう一回整えて制圧かけに行きたいな、ちゃんと。あ、こいつ仲間だよ。 NPC 撃ったらかわいそうなことになるからね。やばい、うえい。え、寝てる、のんきやなこいつ。あ、出てった、いいわ寝るわみたいな、そういう感じ。よし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 。うえい、見てない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 。なんかやばいの見た。警察官がいましたね。どうしようか。あれはこっから仕留めよう。あ、あ、シュポッとされた。へっしょ、へっしょ。え、すかした。え、なんか、頑張ってるね。怖い怖い怖い。ちょ、おま、屈伸して避けんな。屈伸じゃねえ、なんだこれ。お辞儀？どうもでーす、みたいな。どうもでーすって。倒せてねえし。結構硬いな。これどうもでーすでさ、殴ればよくね？え、待って。これ死んでるから。死んでるから。お前はもう死んでいた。ちょっと待って。ストレスが満載だわ。おお、入らないのね。おう、それは持っとくよ。とりあえず一旦詰め込んで。あ、腐ってない、腐ってる？わかんないけど、蜂蜜見っけた。よーし、感染治った。制圧してから蜂蜜でよかったかな。よし。とりあえずもうちょい行きましょう。お邪魔しまーす。お邪魔しまーす。ゾンビさんいらっしゃいませんよね。オッケー。これでクリアだね。こいつは仲間だから。よし。さてと何をしよっか。久しぶりに法事見た気がするな。鉄いっぱい入ってる。半分ぐらい持って帰ろっか。あ、あと90作ってる。ってことは結構置いてっても、持ってってもいいね。むしろ法事持ち帰る？これ売っ払おっか。トレーダーも一軒あるんで、そこに行くのもありですね、次。と
トマホークは、まあまあの値段だけど、3つしか売れないからね。よしよ、じゃあこれ持って、ちょっとこれじゃ怖いな。これにしよっか。持ち帰るもの。食べ物。ニュークリア持ち帰るよね。じゃあ持ち帰るものリストどっか。ニュークリア持ち帰る？まあ一応持ち帰ろっか、怖いけど。これ何よ？マルロケット。ミニロケットユーズドアズアンアモフォーダ。マルチロケットランチャーだって強そう。ちょっとあそこは制圧かけたいな、早い段階で、やっぱり。レッドメーサー。制圧かけて、何でしたっけ。リスポーン ?30 日で確かリスポーンだと思うんで、リスポーン。ゾンビがいっぱい来てるね。仕留めとこうか。すると思うんで、それを、ゾンビさんいっぱい来たんじゃないの、一匹だけ。ビジネスマンが。なんでサクッと漁っとけば後からもう一回漁れるから、あのクリエイトは超レアだと思うんで、これアロー作っとくよ。アローヘッド。なんでアンビルがない、何がない、アイアンが入ってない、全部出し切っちゃってんのか。55、違うな、150ぐらい。いやもうスチールでいっかな、そろそろ。42じゃ足りないから、どっちにしよう、作っといて。これ下降りて大丈夫なんだよね。 OK、 大丈夫だね。でどっかそこら辺で掘ってて前見つけたんで、結構下に掘ってったんだね。あ、結構下まで掘ったんだ俺。なるほど。で、何をしたかったっけ。そう、これを見たかった。あ、エレベーション3だって。3ってことは下に思えて、下じゃないね。あの、もう一個の拠点側？今つく、砂だな、ここも。砂の下掘りたくないんだよね。拠点側のエレベーションもプラマイゼロなんですよ、確か。なんで、思ったより深くないな、ここは。それとも地表からの距離なのかな。とりあえず鉄集めつつ、これ今のやつでしょ、多分。もったいないことしたかな。ちょっと砂からちょっと除去っていこっか。スコップって持ってる。持ってる、ね、砂怖いんだよね。崩壊するから。いやでも絶対出た場所を掘るのが正解なんだよな。でも上が砂なんだよ、どう見ても。砂掘りたくないんだよ。あ、これだ。やっぱさっきのやつそうだったんですね。降ってきたやつ。これを大量確保できちゃえば一応、うわっ、危ない。これ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 が怖いんだよ俺は。大量確保できちゃえば、じゃあこれもじゃね、やっぱり。
大量確保できちゃえば、汚染地域も多少はいけるんで。これ砂か。これか。あれ、わかんないね。砂なのか何なのか。違う違う違う、これは絶対違う。こんだけあれば大丈夫だね、もうね。今度こそゾンビ軍来てるね。ちょっと待って、ここで追い詰められたら俺アウトだから。やべえな、結構な量来てる。よいしょ。わお、やばいやばいやばい。時間的には時間的にはまだ大丈夫。まだ大丈夫っていうか、もう朝が近い。待って待って待って、なんかに引っかかった。いいね、スコップ、新しいスコップよって。おい、生きてんのあなた、さっき倒さなかったっけ。あいつか、倒したの。胴体じゃさ、やっぱ倒せないよね、ゾンビって。なんかすげえタイミングずれてるよね。これ出血してるでしょ、このゾンビ。多分死にをほっといたら。届かないね。あ、届いた。とりあえずこれ持って帰るリスト。じゃあ持って帰るリストっつうか、持って帰ろうもん、すぐに。コーヒーはいいや。これもいらない。スコップはこれがあればいい。これはスクラップ。砂もいらない。石もいいや。これレシピ結局持ってるからいいよね。で、売るものを左上から置いていこうか。何時？これいらないかな。いや、家にあるやつと合体したい。いいや。うん、合体したい。これをこっち。で、トマホークも。バイクにある分売ればいいね。キャンドル。これあれだよね。今回見つけたキャンドルだよね、多分。これペイント。缶ちょっとだけ食べるか。お肉あったじゃん、お肉。ちょっとお肉調理しとこうよ。グリルドミート。他になんか持って帰るのある？特にないかな。なさそうだよね。種は後々持ってけばいいんで。いやー、びっくりしたな、しかし、本当に。レッドメーサー。あんなにやばいところとは思ってなかったね。あいつが元凶だな、本当に。このバイオハザード。間違いない。ちょっとだけこっち入れとくか、鉄。よいしょ。よし。え、腐らないんでしたっけ？腐らないならば、ちょっとだけ、作って、
入れとこ。よし。で、バイク。バイクに攪乱灯を積むとか嫌だね。怖いよ。これもこっち。弾頭じゃないな。もう核爆弾だな。がっつりそのものだよね。これもいらなくね。これいいか、これも持ってても。とりあえず、このトレーダー行きましょうか。で、レッドメイサーどこだっけな、もう一箇所。あの感じだと重たいところもしかしたらレッドメイサー近くにある可能性がありますね。私の勝手な予想だと。重たい町って実はレッドメイサーあるんじゃないかな。レッドメイサーか原発かがあるんじゃないかな。軽いところは軽いもんね。燃料あるよね。ちょっとストレスゲージがまだまだだけど。オーガーがないとな。ちょっとね、バンデットも制圧しに行きたいんですよ。行きたいんだけども、オーガーがないと、やりたいことができないから。嘘。あぶねえ。拾えないじゃん、それ。1、2。どうする？スコップこれ合体してきてもよかったよ。まあ一回肉だけ持てればいいか。肉とアニマルファットも欲しいか。じゃあこれ捨ててアニマルファットにしましょう。よし。でトレーダーに売っ払ってからの、どうしようかな。トレーダーがオーガー持ってたらいいよね。せめてオーガーパーツ、オーガーパーツブレード持ってたら嬉しいな。でリードとブラスがもう盛大にロストしたんで、ちょっとリードとブラス確保しないといけないですよね。リードブラス、メカニカルパーツあたりはちょっと集め直さないといけないかな。エレクトリカルパーツもか。あとポタジウムナイトレートもな。黒い牛がいる。あれ黒い牛？何？牛ですね、牛だ。牛はいいや。キープしとこう。いつか農業をやるときに。こいつはお金目のもの持ってるから倒す。時々ダイヤを持ってたっけこいつ。あ、トレーダー開いてなくね。またか。また俺は早く来すぎたやつ。開いてる開いてる。トレーダー、すんげえいろいろ持ってきたぞ。これセールでしょう。セールでしょう。これからかな、トマホークからかな。これなんでリペアすんの。スチールだって高いからいいわ。777いいね。9499よし、いいんじゃない。2万4000、大抵のものは買える。スチール売ってる。ブラス売ってんな。ちょっと買い足しちゃう？何も面白いの売ってないね。あ、バケツで水汲んで帰るか。200。あ、ツーランダイ。顔、あ、チェーンソー。あ、オーガーあんじゃん。やったー。しかも品質いい。やったー。
これで俺の計画が進むぜ。よしよしよし。ツーランダイも買いましょう。で、チェーンソーパーツはどうしよっかな。一家パーツだし。ブレードだったら買ってもよかったかもしんない。やったぜ。ついてるね。オイルはちょっと高いからいっか。ダクトテープもいいや。リード。あ、10で50なの？あ、いいじゃん。買おう全部。買い買い。オイルは？オイルは1個で250だよね。高いね。とりあえずこれ買っちゃおっか。これも10で25じゃん。超安いじゃん。買っちゃおう。で、スピーカーはいる？いらないかな。ミリタリーはいらないでしょう。ガンパウダー買う。ダイレクトでむしろ。あ、これも10で55なんで安いじゃん。買おう。これポイ。あ、ポイするぐらいだったら売ろう。買い取らねえか、これは。はい、あげる。よいしょ。はあ、ホップシードね。1個ぐらい買っとく？エレクトリニックコンポーネント。これどうしよっか。いっか、高いし。スチール。あ、5個で？ 5 個で85なら全部買うわ。あ、結構金使ってるかも。じゃあこれもじゃない？やっぱり、買う買う。これは？これは1個。バケツ買って水汲んで帰ろっかな。つか、作ればよくね？よし。Thanks, buddy。なんだっけ？バケツ。よいしょ。Thanks, buddy。バリバリ。よし。ってことは、もう一個のトレーダーも寄って帰った方がいいかもね。材料が想像以上に安かった。ちょっと。ボンノブ。よいしょ。で、売り物とチェンジして。これも売るか。いや、売らないかな。お？バケツ作るクエストなんてあったの？マジで。ファーマー、ファインドアウォーター。あ、マジで。ちょっと待って。終わっちゃった。ファインドシード。もうこれも一発で終わるんじゃね？終わらないのかよ。ファインドシード。種を見つけろって。どこ行った？ファーマー。これなんか並べる、並べられないの？並べ替えないね。ファーミングなくね？クラフティングウィップ。スモールスパイダー。スモールスパイダーって何？あー、ちっちゃいスパイダーか、普通の。俺の知ってるスパイダーじゃなくって、みんなの知ってるスパイダーじゃなくって、サンフラワーシード、ゴールデンシード。あれです。本物のスパイダーの方です。本物のっていうのもおかしいけど。なんていうの？クモさん。クモさんの方のスパイダー。ゴミ。釣りおじちゃん生き返ってねえかな。前倒しちゃったからな。安全に進めてて。熱いって言われた。あれ、釣りおじちゃんじゃないもんね。違うもんね。釣りおじちゃん復活してないかも。
ここら辺にいたもんね。あららら、らやっちゃったな、かわいそう。まあいっか。じゃあ水くも、よいしょ。水くんで、なんか皮がいるでしょう。あ、これあったんだ。俺これ拾わなかったよね、一回ね。まあいっか。帰ろっかな、一回。トレーダー寄って帰るか。よいしょ。ニュークリアとかいる？何に使うのって話だよね。爆発するだけじゃん。羊さんがおる。どうしよっかな。トレーダーに一回売っ払って、お、羊さん引くところだった。やめてって言われたわ。よいしょ。いいね、バイクいいね。つか、オーガー来たのがいいね。あ、燃料がねえわ。ムーンシャイン作らないと。ムーンシャインってね、あれらしい。密造酒って意味らしい。英語の。だから、醸造とかなんかそういう施設なのかな。発酵系の。発酵って、発酵なのかな。お酒って発酵？ここじゃなかった。あの家のところか。あれがあるんですよ。スパイダーのねぐらみたいなやつ。あのスパイダーもちょっと気になるっちゃ気になるけどね。緑色のやつ。そろそろ倒せるんじゃないかなって思ったりもするけども。確か、モンスターネストは放射能汚染って書いてあったんで。手つけてなかったんだけど、もう大丈夫だもんね。コーンの種は、あれコーンないやん、こっち。この種、燃料消えた、大丈夫。もうちょいなんか売り物持っていきたいかな、どうせならここにいるなら。まあいっか。つか買うインベントリーがないよね。スタックできるもんだけスタックして帰るか。もうそのまま帰っちゃおう、めんどくさいし。で、あ、そっか。いや、今ね、これ、え、なに？ツールアンダイ買ったから、あれ作れるなって思ったんですよ。ウェポンワークベンチ。でもそのためにはね、あれなんだよね。もう一個ないと。普通のツールアンドダイとしての役割してもらわないといけないから、もう一個まで必要なんですよね。だから、もうちょい後かな、ワークベンチ。でも PSG1 にスコープつけたいよね。そしたらスナイパーライフルっぽくなるじゃん、完全に。でも威力は、クロスボウの方が上だったんで、なんだあのライト。あのライト怪しくね？何のライトだろう？トレーダー？そう、アドバンスとクロスボウの方が上だったんで、火力は。これにスチール、うわい！びっくりした。こっちの穴も行きたいっちゃ行きたいけど。スチールアロー。おぉ。もう忘れちゃった。スチールアロー入れたらもっと火力上がると思うんで、
それでバンデットとか倒しに行けば美味しいんじゃないかなと思うわけですよ。見つかった？俺見つかってるな。よし、もう一匹ぐらいどっかいたよね。あっちか、遠いな。あれ、どこ行った？いた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 。当たってね、当たってね。あ、矢尻作ったのに作らんできたね。待て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 、嘘嘘嘘嘘嘘、そんなに近くまで来てた？あなた、やばい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 から。マジか、そんなに近くまで来てたかよ。出血出血出血。よし、いやー、こういう時はもう28ってやばいわな。帰ろう一旦。いや、リスク回避でファーストエイド使っとくか。ちょっと使いすぎてるんだよね、ファーストエイド最近。特にレッドメーサでひどい目にあって。キープできるのはキープしたいんだけれども。あ、走ってきちゃった。当たんないし。よし、お肉お肉。今のは迂闊だったな、さっきのは。来るの分かってるなら仕留めとけばよかったんだよ先に。そしたらノーダメージで済んだのにさ。骨も持ち帰りたい。もう手遅れだからいっか。どうすんの、ポタジウムナイトレートも回収して帰りたいかもね。あ、なんだ、なんか変なもんがあるかと思った。今日の石と木の組み合わせ、あれ、あれどこだ、ベッド、あっちか。レッドメーサーやばかったなぁ。ちょっと当分レッドメーサーは行きたくないかな、怖すぎる。あ、アーマースミス上げて、防具の品質上げましょうか。多分、レベルある程度上がって余ってんじゃないかな、多少は。よしよしよし。街走ってて重たくなったらレッドメーサーあるっていうことにしよう。その街を走ってみて。おっと、待った。ネストがある。あ？原発やん、これ。ってことは、もっと左か。うん、原発の近くにネストあるんだ。もう家の近くだね。とりあえずニュークを隠さないと。まさかレッドメーサであんな核爆弾見つけて帰ってくるなんて思いもしなかった。よいしょー、帰ってきました帰ってきました。ふう、ただいま。ここじゃないね。よいしょー、核爆弾どこ入れとこ。サプライ来たー。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと、こっちに入れとこも。ピッキリ持ってこ。ちょっと待って、サプライどこやねん。今来た方角じゃないの。行きましょう。あの、ランダム湧きなのかどうなのかっていうのがすごく気になるから、もうリログなしの今回行きます。ちょっと時間伸びちゃうけど。間に合うよね、さすがに。
矢尻あるかな。矢尻足りないかな。あら、もう煙消えちゃった。でもこのライン上なんで、でも下手したらもう見つけた時には時すでに遅しみたいな状態になってるかもね。そろそろだと思うんだけれども、どこだよ。え、見失った。方角は間違ってないよね。ちょっとここネスト多くね。どこ？過ぎちゃった？レッドメーサーに落ちた？それとも。無理だよ。見つけきれないよ。ないよね。死んでる。残念。残念だな、ちょっと。ちょっと見失っちゃいましたね、サプライ。これは見失っちゃいましたね。多分通ったかもしれないけど、俺が見つけきれなかったかなぁ、隣通って。その可能性が大きいね。チラッと画面の中を走ってたかもしれない。ネズミがいた。あったらあったでいっか。なかったらなかったで終わりにしましょう。40分過ぎちゃったね。ごめんなさいね。こんなに長くなるつもりはなかったんだ、全然。あ、サプライ見っけ。あれだよね。これぐらい作っちゃってもいいか。後から使うでしょう。さあ、行きまーす。ああ、やっぱランダムっぽいですね。皆さんの言う通り。おっと？おっと？本当にランダムか？なんかこれ違うくね？この前のやつと。ね、ミニオン連れてないぞ。なんで矢が出ないの？矢がリロードされてなかった。ミニオン出ない。こうあれじゃね？もしかしてボスじゃね？あれに行ってた。タイラントだっけ？誰だっけ？離れすぎるのもいかがと思うんで。もう一体いたもんね。でも裏から取られたら嫌だ。え、どこだっけ。見失っちゃった。怖いな。突然走り出したりしないだろうな。とりあえずバイクに行けば一回見つかるからいっか。倒したっぽい。インベントリは OK。 スカベンジグ、クオリティ上も取れない。
お、これは何これ、ラッドマッシュルームインジェクション、これですよ、これですよ。すげえ、効果こんなにいっぱいあるんだ。だからやばいけど中毒がやばいよっつってたんだ。とあと何、メディカル、もう一体いたよね。とりあえずバイクに一旦帰ろう。バイク。バイクに行けば位置がわかるから。はい。あ、あっちだわ。同じやつだね。あ、やばいかも。これ回収できないコースかも。やっぱりー。この一発で倒すパターンが悪いんだよ、一番。回収できねえ。エンプティって書いてるから空なんだろうな、きっと。開けます。よし。二体目ってもう空確定なのかな？まあいいや。というわけで、じゃあ今回終わりたいと思います。今のところね、俺の中ではリログが原因だったっていうことにまだなってる湧いてきちゃったから、まあ確率なんだろうけどね、俺の中ではまだあのコメントを見てなかったとしたらリログが原因だったってことになってる。まあ次のサプライでどうなるかです。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。あ、鹿さん、いいね、お肉いいね。あ、そっか、なるほど、インベントリーのアイテム全部置いてきたから回収できたんだ。あ、また鹿さん、ちょっと待って、次から鹿が出てくる。あれ鹿じゃなくね、あれ牛だわ。牛はちょっと、直しといてあげよう。つか俺ベッドに向かってなくね？ベッドあっちだぞ。というわけでご視聴ありがとうございました。静止化でした。あ、そう。誰か、これが何か覚えてる方いたらちょっと教えてほしいかも。これが何か。なんだっけ？パコさんち、トレーダー？なんだろ、トレーダーかなこれ。ちょっとこれが何かマーキングするの忘れてたんだよね。何このストレートの道。レッドメイソン。ニューク。というわけでご視聴ありがとうございました。セシカでした。見てない。